夫は映像大好き人間でした。長男誕生を機会に8ミリカメラ購入。初めて撮影した映像です。夫の初めての作品作画受賞しました。この受賞が引き金に家族がとんだとばっちりを受ける羽目になったのは誠に皮肉なことです。どうしたの？すっかり映像に取りつかれた夫。晴れた日の日曜日はいつも撮影に駆り出される子供たち。やだよ、今さらそんなこと言ったってしょうがないでしょ。汚くったってなんだってボール取ってくることサブちゃんがうんって言わないんだから。だからね、痛いのはそんなにぶったら痛いじゃないか。子供たちの解放されるのは雨の日曜日だけです。駆り出されるのは私も同じです。8ミリフィルムの現像が届くたび旗を出します。撮影結果を早く見たい夫からの頼みです。社宅の奥さんから何の旗？と聞かれるのがとても嫌でした。お母さん、外を見張ってて夕立が来たらカメラのスイッチ押してね。お母さん、太陽が顔を出したらそれも頼むよ。雨の中、シャワーで雨を降らせます。恥ずかしくて、早く終わって、と願っていました。夫の意欲に反比例して、私は映像が大嫌いになっていきました。激動と栄光の歴史を正確に映画によって次の世代に伝えることができるならば、実りあるものにすることができるのではないかという願いを込めたものでありました。一方、夫は従業員の手による会社創立記念映画作りに参加して、ますます映像にのめり込んでいました。約2年猶予の歳月が流れ、作品はこの度完成いたしました。8ミリからビデオに乗り換えです。ビデオデッキでの編集にも慣れてきて、作品作りに励んでおりました。区画整理対象になる我が家の記録を始めた頃から、時折体調不良を訴えていた夫はまさかの癌に侵されていました。私たち親子に癌と知らされたのは、夫がコンテストに応募していた時のことでした。夫の余命は3ヶ月と知らされていましたが、あまりの短さに最後まで夫に伝えることはできませんでした。いつも無関心で
入賞を甘く見ていた私です。でもこの時ばかりは夫の入賞を必死で祈りました。はい、お父さんが今日に備えて床屋さんに行ってきました。今帰ってきました。あれから7ヶ月、夫は旅立っていきました。夫のいない編集室に入ると、これから存分にビデオを楽しめるという時の夫の無念が伝わってまいります。でも現実にこの機械、残されたテープ、どうしたらいいのか戸惑ってしまいました。夫が兄弟のありようを描くつもりで集めていた素材です。これらを前にして、あんなに嫌なビデオだったのに私が引き継いでみようと、なぜかその気になったのは、今考えても不思議です。作品作りの大変さ、賞だって簡単にはもらえない。でも完成した時の達成感、夫の気持ちが分かるようになりました。当時の主役長男は中国に赴任して頑張っています。娘はハンギングや写真を趣味にして余暇を楽しんでいます。あんなに嫌いだった私は今映像大好き人間です。ビデオは夫からの最高の贈り物でした。残された私の老後に生きがいを残してくれました。夫に褒められる作品作りに励みたいと思っています。